山学院大学少林拳法学部はやはり初心者からそれから経験者まで幅広く人が集まって、技術の向上を目指しているというところになります。そして、4年間のやり抜く力というものをこの少林拳法の修練を通して学生が実現できるように OB 会指導者一丸となってですね、学生を指導しているというところになると思います。青山学院大学の大会の魅力というのはやはり OB 会とか OG です。そういった、連合会ですね、それがしっかりと学生を指導しているということになります。そして、地道に努力を重ねながら一歩一歩前に進んでいって、最後に、成果を出していくと、そういうことを全面的にサポートしていく、そういったところに魅力があるというふうに思います。少林寺拳法は単なる強さを求める格闘技やスポーツというわけではなくて、人としてのですね、心の強さを求めていく武道です。特にですね、特徴的なのが老若男女問わず小柄な方や力のない女性でも大きな男性に対して自分より体格がある相手に対してもしっかり対処できるような技術が構成されているということで、全ての人が楽しむことができて、そして全ての人が成長することができる、そういうところが少林寺拳法の魅力だと思います。青山学院大学少林寺拳法部の大きな特徴は OB 会組織と学生組織、この両者がですね、一体になって部の活動に取り組んでいるというところに特徴があると思います。私たちの部活では一つの部の目的として掲げているのは社会に貢献するリーダーを育成するということを部のビジョンとして掲げています。この4年間は社会に出るための大切な修行期間であるというふうに捉えて、この少林寺拳法部での経験が社会に生きるように、それをしっかりサポートできるような OB 会の組織、こういったところがですね、体制として整っているということが一つ強い魅力になるかなと思います。少林寺拳法の大会は資格別で行われます。白帯の部、有給の部、そして有段者の部、それぞれクラスが分かれる形になりますので、みんな同じスタートラインから大会に出場することができる、そんな競技になっています。従いまして、これまで少林寺拳法の経験がない方でも大学の4年間で全国1位を狙うことができる、そこがまた一つの面白みだというふうに感じています。自分をもっともっと成長させたい、大学4年間という貴重な時間を自分の人生を変えるような大切な大きな機会にしていきたい、そんなふうな向上心ある方にぜひチャレンジしていただきたいというふうに思っています。また少林寺拳法部は少林寺拳法の経験がない方が入部のほとんどの方になっています。これまでスポーツ経験をされている方、そのスポーツでの経験を違う方向でさらに生かしていくという、そういったところでとても楽しいフィールドになるかなというふうに思っております。